ヒルクライムは、スタート地点よりもフィニッシュ地点の標高が高いコースの、走破時間を競う自動車レースである。初開催を記念する、石碑パイクスピーク国際ヒルクライム欧州、ヒルクライム選手権給料や、山岳の行動を閉鎖して行われる。コースは、スタート地点よりもフィニッシュ地点の標高が高くなるように設定された数キロメートルから10、数キロメートルのオープンロードである。 参加車両はツーリングカーからタンザ席レーシングカーまで多様であり、個別大会によってはトラックなども参加できる。サーキットロードレースではフォーミュラレーシングカーに代表されるタンザ席レーシングカーは他の類型車両と競合することはないが、ヒルクライムではスポーツカーやシルエットタイプカーと直接競合する。欧米での歴史は古く年に 最古と言われるラトゥルビーヒルクライムがフランスで行われ、1916年には今日に続くパイクスピーク国際ヒルクライムが米国で行われている。また自動車スポーツの国際選手権では世界初となる欧州ヒルクライム選手権が1930年から始まっており、1963年から1965年までイタリア、ドイツ、 スイスの著名なヒルクライム6大会がグランドツーリング製造者世界選手権へ毎年度4戦ずつ組み入れられ続く1966年と1967年のスポーツカー国際選手権にも一戦が組み入れられていた欧州では黎明期からスポーツカー製造者が積極的に関与した結果ロードレース用とは異なる専用スポーツカーが多く開発されることとなり これがグループ CN プロダクションスポーツカーに受け継がれている。大会によってはモーターサイクルの部門を設置している場合がある。パイクスピーク国際ヒルクライムのコース、競技期間中のみ行動を閉鎖して仮設される。ヒルクライムコースの定義はスタート地点よりもフィニッシュ地点の標高が高いことのみであり、数値基準は一切ないが、 FIA 欧州ヒルクライム選手権のシリーズに組み込まれるレースについては全長5トル以上1 8トル以下コース全体の平均勾配5%以上勾配2.4%に満たない区間の合計距離がコース全長の10%を超えてはならないとされている。ちなみに米国のパイクスピーク国際ヒルクライムは全長12.42マイル平均勾配は 標高差4720フィートであることから7.214%であり、最古のヒルクライムと言われるラトゥルビーヒルクライムの第3回大会は全長 16.19km、全体の平均勾配は標高差 487m であることから3.009%となるが、コース最高標高の 12km 地点までは、スタートからの標高差が 540m である。 ことから4.505%である。この他にコース福音が原則5メートル以上を確保し、良好なアスファルト舗装であることが条件とされる。峠道に設営されるためサーキットロードと比較して、カーブの曲率がはるかに小さく、直線区間も同様に短い。安全設備は仮設できる範囲のものにとどまる。 全参加車両がスタートラインから一定時間差をもって個別にスタンディングスタートしフィニッシュラインに達するまでの所要時間を計測する。フィニッシュラインは走り抜ける。順位は所要時間の高で決する。車両類型別に複数の部門に分割され、想定所要時間が多くかかる部門から競技を開始するのが一般的である。ありがとうございます。